カラースプレーを使って作る泳ぐグラデーション鯉のぼりです。型紙をダウンロードして使えば折り方切り方はとっても簡単です。普通のコピー紙よりも分厚い上質紙70キロから110キロをお使いください。ここでは A4 を使っていますが、印刷する用紙で大きさを変えることができます。周りを切り取ったら真ん中の線と尾びれの線で切り離します。三角形の部分は後でヒレに使います。ボールペンなどを使って折り筋を入れていきます。まずは横に、エラの部分は半分に折って先に切っておきます。印刷をした線が見えるように屏風折りにしたら平らに伸ばしておきます。尻尾の方も同じように折り筋をつけ屏風折りにして伸ばしておきます。この2つをのりしろの部分で貼り合わせます。頭の部分を裏返してのりしろと書いてあるところが見えるようにします。のり付け紙を下に敷き、端まできちんとのりをつけたら元に戻してしっかりと貼り合わせます。今度は柔らかいものを下に敷いて鱗と鱗の間の折り筋をしっかりとつけていきます。エラのところまで折り筋をつけたら屏風折りにして尻尾の方から切っていきます。エラのところは間違えて切らないようにしてください。これをきれいに伸ばしたら尻尾の方から折っていきます。エラのところまで折ったらひっくり返して鱗を縮ませながらしっかり折り目をつけます。これで面倒な鱗の折り目は完成です。模様を描くときには一度伸ばします。あとでスプレーで色をつけるので模様はクレヨンを使って描きます。鱗や尻尾、目玉などお好みの色や模様をつけてください。模様を描き終わったら、鱗を畳んでいきます。周りが汚れないように紙などを敷いたら、上下逆さまにします。色をつけたくないところには紙を置いてカバーします。ここに赤インクをスプレーしていきます。頭の方から尻尾の方に向かってスプレーしていきます。背中側になる方が濃くなるようにスプレーしましょう。カバーしている紙を取ったら、全体にもう一度軽くスプレーしておきます。このまま完全に乾かしてから、ヒレを貼ります。これで完成です。引っ張ると鱗の間が白く見えます。体が自由に曲がるので、壁に貼るときにはそれを生かして泳いでいるように貼りましょう。他の色の鯉のぼりも作って並べて飾りましょう。片付けるときには鱗を畳んでクリップで留めるといいです。イラカの波や勝負と組み合わせて貼ってみました。